元下僕の神、失敗したらただじゃ済まないぜ、お前。この戦の第一武功、敵将ケイサの首は俺が取る。この巨大な中央の丘を手にすれば、十中八九黒曜の戦いには勝利します。リガンと共に戦えと李牧様がおっしゃった意味が今わかった。お前は私と同じ匂いがする。きっとここは丘の取り合いだけの単純な土地じゃない。ここがお前らの進軍の終着地だ。どうする、テン。諦めちゃダメだ。そこに道を切り開くのが飛信隊の軍師だ。俺たち飛信隊の力、蝶の奴らに見せつけてやろうぜ。恐れを知って愛を知って進むなら、本庄見せろよてめえら。飛信隊流の橋をかけてこの川を攻略する。どんなに下手を打ったとしても絶対手ぶらじゃ帰らねえんだよ。だよな。歓喜の片腕が砕ける音聞かせてやる。ほう、そっちも激しいじゃねえか。黒曜の先へ生かすわけにはいかん。黒曜の先、この渡河には武力も知略も必要ない。知っただ。俺たち神隊が戦局を覆すきっかけを作る。レックスだ。